こんにちはアマチュア3段のゆうきゃんです僕は初段になるまでに長く伸び悩んで時間がかかりましたこの経験を生かして旧者の皆さんの役に立つ情報をお伝えしたいと思います 今日の内容は、えー、おすすめ詰将棋3選ですね。詰、えー、将棋ってアプリとか本とかたくさんあるので、まあ、あのこれがいいよっていうところで、えー、おすすめしていこうと思います。えー、まず一つ目ですね。これはあの初心者用なんですけれども、えー、アプリでですね「えー、とキャットユうマの一手詰」というものがあって、えー、おすすめですね。えー、と50問という、まあ、結構な問題数があってですねそれから駒、えー、を触ると駒、えー、の一手詰め 行き道ですね行ける場所も示してくれるのであの初心者にはものすごく、えー、やりやすいかなと思います。 はいえー、それから2つ目ですね2つ目は、えー「ハンドブック」というシリーズですね詰将棋ハンドブックということで、えー、裏の八段という方が書いてあるものすごくあのいいシリーズですねこちらあの、えー、と使われている駒の数がですねそんなに多くない、えー、結構あのシンプルでかつあの解くとすごく爽快感もあったりするようなですねいい問題ばかりです。 でこれが、えー、と1手詰めが1冊3手詰めが3冊、えー、と5手詰めと7手詰めが2冊ずつぐらいですね、えー、出ているので、えー、ぜひ、まあ、やっていただければと思いますねこちらあの特にですね初段を目指す方に関しては、まあ、あの5手詰めまでを2週ぐらいあ3週ぐらいですね3週ぐらい解くのが目安となると思います 後手詰めを大体8割ぐらいもうあのすぐ解けるなってなると詰将棋あの終盤の、えー、力に関してはですねえっとまあ初段ぐらいもあるなというふうに自信を持っていいと思います。 それからですね、さ、え、ら、ー、にもう、えー、と上級レベルということでですね、有段者クラスとかってなっていくと、えー、3つ目ですね、おすすめしたいのは、詰、えー、将棋パラダイス、えー、こちらアプリの方ですねで、いいなと思っている点が2点あってですね、えー、とまず1点目なんですけれども、えー、問題数がとっても多いですね、えー、っと今、2020年の1月の段階で、たい1万5万五千台ぐらいあってですね、 でまああの詰将棋作家さんたちが随時投稿してくれるのであの問題数がどんどん増えていくっていうことでそれからですね2つ目のいい点としてはですね、えー、この詰将棋パラダイスがですね問題があのレベル別に分かれててですね、まあ、あのレベル1とかの簡単な問題から解けるのが一つとあとあのものすごくいいなと思うのが、えー、となんて詰めっていうような えーとくくりではないので、えー、何手で積むかが分からないんですよね、えー、そうするとですね、まあ、あの実践により近く、えーえー、と学習ができると、まあ、あの実践でねあと何手詰めっていうのが分からないので、えー、それと同じような状況で解けるのがものすごくいいことだと思います。はいということでですね、まあ、あのこの、えー、3つの詰将棋を是非、えー やっていいたただきたいんですけれども詰将棋やるとですねあのすごく将棋の実力も伸びやすいですので、まあ、あのこの動画見終わったらですねもうすぐあのアプリをダウンロードしていただけたら嬉しいですね。 はい、えー、今日の内容は以上ですね、えー。僕のチャンネルではですね、厩、え、者、ー、の皆さんの疑問に答えたりとか、えー、悩みを解決していくことを目指していきます。えー、この動画がいいなと思ったら、えー、チャンネル登録、いいねボタンを押してくれたら嬉しいです。ははい、い今日はここままでです。ありがとうございました。